誰から挨拶ですか。バシさん、ヒラギさん。2023年もあとわずか。今年この3人はどのように過ごしてきたのか、今回はそれを振り返っていこう。おお、毎年恒例、今年どんな年でしたかという雑談動画でございます。よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、2023年、皆さんどんな年でしたでしょうか。なんかこれまでにないくらい私は頑張れた1年じゃないですか。そう状態だった。いや、もうそうでもないですよ。そう、そうおもろいこと言うじゃん。おもろマジで、うん、何なんかそういう病的な頑張るじゃなくて、はい、安定してたよね、本当にもう。え、活動休止しないで12ヶ月走り切ったの史上初じゃない。え、初だよ、快挙快挙きた。今年私は本当にもう頑張ったんで、全然もう何にも言うことないですね。花丸100点、100点本当。活休しなかったら100点最高だなすげえな、そのシステム。じゃあおパシさんとヒイラギさん毎年100点叩き出してるの。確かに。ヒイラギさんどうでした。あ、俺っすか。はい、うん、今年はね、うん、貯金が減った。あ、0点じゃん、うん、0点じゃんかよ。今年は貯金が減った。なんで。いや、やっぱ YouTube の数字が良くないっすねいいね、包み隠さないの素敵だねYouTube の数字が良くないから貯金が減ったんで、まあ本当に最悪まではいかないけど、まあ、うん、YouTube しかやってなかったな。おもんな、マジで。おー、逆に YouTube 以外の何かをする余裕がなかったってこと。そうだね、仕事ばっかり。うん、なんか懺悔ちゃんはさ、なんか免許取ったりとかさ、すげえじゃん、キラキラしてたよね。うん、うん、その間なんか数字とずっとにらめっこやったもんな。おもんねえマジで。え、なんでそれでパキらずにいられるんですか。数字落ちてもみんなはパキんないんよ、落ちた分だけ薬の量増えたりしない嘘、いつも1万再生いくのに今日は5000再生だったから、とりあえず50錠くらいの100再生1錠なんだなるほどな。いやー、まあ、うん、自分頑張るってしかないからな。やまないんですか。やまない。やまない。まあ、50錠飲んで再生数50倍になるんだったら俺も飲むけどさ別に多分むしろ減るからな、トータルで言ったら確かに休んじゃうからな、うん、その分飲むメリットねえんだよな。一時の快楽に身を任せられますけどそれ何の解決にもなってない臭いものに蓋すらできてないそれおばさんはどんな一年でしたか。俺ね、ポケカしかしてなかったね。いや本当にマジでそう本当に本当にポケカしかしてなくないですか。いや本当にポケカしかしてなかったけど、でもそのポケカでね、そのなんかシティリーグっていうその県大会みたいなやつで優勝したりとか、全国大会でめちゃくちゃ上の方にいたりとか、まあ、すげえなんか報われたなっていう魂削ってポケモンカードして報われた1年でしたよ。趣味に行きたい1年やったよな。楽しかった、楽しかった。楽しそう、なんか一番楽しそうでしたよね、おぱしさん。楽しかった。ちなみに貯金は増える一方です。許せねえ、なんで遊んでんのに金増えた死ねな楽しい一年でした。貯金は増えます。こっち毎年仕事して金減ってんだぞ死ねなじゃあ、あなたたちがね遊んでる時に俺は多分頑張ってたんですよ、その分。ああ、まあそうね。ああ、そうか、アリとキリギリスってこと。ああ、そう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 、もっと俺働きアリだから。ああ、キリギリスなんだ、うちらは。そう、なんか、そうだね、なんか、俺らが、なんか、高いブランドの服とか買って散財してる時に、お父さん、何も買ってなかったから。そうですよね。うちらがね、優雅にタクシー移動してる時、おかしさん歩いたり、電車使ったりしますもんね。そう、だから、なんだっけ、あれ。なんかどっかでさ、みんなでさ、なんか飲み行ってカラオケ行って夜中の3時とかで、じゃあ解散すっかってなって、みんなさ、もう値段気にせずみんなタクシーおのおの乗ってんのに、俺だけさ満喫止まってさ漫画読んでさ始発で帰るみたいな。え、だってタクシー代バカらしいじゃんみたいな、あと2時間で電車動くんだよみたいな。いや、きしょいんだよな、倹約家すぎてちょっとねー、 YouTuber のムーブじゃないよ。そう、それの積み重ね、それがねやっぱり
今のおばさんの楽しい人生を作り上げてるから、まあ、正解なんだよな、それが。そういうことか、ありか。あのね、最近だから後輩の YouTuber に YouTuber として生きていくにはどうすべきですかみたいな質問されると、最後に物を言うのは貯金だっていう答えがもう出てますってみんなに言ってます貯金ですって、ひたすら貯金してくださいって。スパチャいっぱい入った次の日は絶対パチンコ行っちゃうもんな。やめろってお前、その話すんだってさっき言ったよな何かとさ、ご褒美しちゃうよ。そう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 、案件が、うん、案件の動画作って納品しました、うん、よし自分にご褒美だとか、生放送うまくできたよし自分にご褒美だとか、何かと自分にご褒美しちゃうんだよな。そう、ご褒美しちゃう。あ、そのご褒美のために家から出んのがめんどいから、コンビニでちょっと高いスイーツとかでカロリーって意味のご褒美で俺はいい。そんなご褒美じゃないよ毎日食ってるよ。今日はハーゲンダッツ2個食べちゃおっかなって。あ、そう羽持ってる人がハーゲンダッツご褒美はちょっと幸せですね俺ハーゲンダッツ値札見ないで買ってますからね。お金持ちでしょ、お金持ちでしょハードル低く真似できるか。え、皆さんコンビニで1回の会計いくらくらい行ったら使ったなって思います？3000円。だいたい俺2日分の飯とか買っちゃうから2000円ぐらいのイメージ毎回。2日で2000円か2日で2000円。朝食っすね。飯食ってます？それ。え、食ってます食ってます。ふるさと納税でお肉とかソーセージとかいっぱい届くから。あー、なるほどなるほど。 それとただパック米だけ買っとこうみたいな。パックご飯とか砂糖のご飯プラスとかっていう時もあるし、うん、俺そうだな、タバコ買っちまうから、まあ、8000円とかいったら、えめっちゃ作って、ワンカートン買うと5000円すんすよね。これだよこれだ。何？わかった、タバコだ。いや、私もこの間フラッとコンビニ行って、あ、タバコそういえばなかったなと思って、タバコ2カートンと2カートンストックしとかないとね。タバコ2カートンと、あとなんかまあ普通に食べたいお菓子とか入れたら19000円。えぇ、何それ。まあ、2カートンで1万ぐらいやもんな。1万チョイスしちゃうから。そう、え、その9000円何？何？え、分かんないんだって百貨店のデパ地下で買い物したもん。確かにスイーツとかでちゃんとおしゃれなモンブランとか食ってる人ですね多分。周りが羨ましい1年だったなって。なんか主に近くにいるのがおパシさんとヒイラギさんじゃないですか。はい、なんか2人を見てると羨ましくて。仕事頑張ってる人と頑張り終えた人。うん、なんかヒイラギ先生だってなんか、うん、北向きに頑張ってるじゃないですか常に。いや、生きるためにだよ。何言ってんの。同じだよ懺悔と。いや、私も生きるために頑張ってるけど、なんか波がないのがすごいなって思うんですよね。あー、なるほどね。生きてくダメですよね。そうそうだよそうだよそうだよ。金が欲しい金が1円でも多く欲しいから僕はレアカードが欲しいよいいよな金持ってるやつは。僕キラキラしてるカードが好き。デッキケース電車の中に忘れて盗まれてほしい。うわ、いや俺今もうデッキギランギランすぎて普通にカードショップで俺と同じデッキ揃えたら数十万するんすよ俺ちょっと怖くなるもん。これ忘れたり盗まれたらちょっと俺引退したくなるレベルで心折れんなと思って光らせすぎたと思って。おばさんちょっと今度なんかお泊まりとかしません？やめろ、俺ずっと抱くよ寝るまで。きっしょ。うわ、俺先に狙いよ。寝かしつけてくれんだ。あ、そっか、おばさん飲み物とかが青くても気にしないでね。次飲んでほしい、オリジナルカクテル。オリジナルカクテル。そしたらいけるかな。楽して生きてくライフハックだな。ライフハック見つけた。これから金に困ったらおばさん家一旦行けばいいんだ。やば。あ、私今年1年でコメント欄で荒野上手くなったって言われること多くなったっすよ。お、上手くなった。え、上手くなった？それは思う。え、本当？うん、なんで急に上手くなったんだろう。薬抜けたからじゃない？確かにいつもパヤパヤだったからな。頭アホになっちゃった。あ、ちょっとやめて。あ、いた俺この家にいたんだけどな。え、嘘？ほんまでっか TV。ほんまでっか TV すぎる。さあ、ラス1や。
で、これで優勝した人が2023年の優勝ですよ。そう。そうなん。私負けたわ。2023年敗北者すぎる。うん。キャラコンキャラコン。嘘、あれだろ死んで。残念だったな。俺は死なん。23年は俺のものだ。マジかよ。頑張れ頑張れ。こんなおばさんに悠々自適な人生を送らせるのは大変だぞ。毎日ポケカの練習大変なんだよ。見せ遊んでんじゃねえ。納税に苦しみ一緒に。いや、 お前らより納税してんだろ、ふざけんな。いや確かにガチだ、それはそう。いやー、マジかよ。神ぐれ神ぐれ。まあ仕事を頑張ったやつが報われるってことだよね。2024年も頑張ろう。良いお年を。え、グリッチじゃないですかそれ。絶対グリッチだよな。おい、今さらされてるぞ日本で。木に頭ぶっ刺しとくとへっしょ食らわなくなりますよ。あね、頭がない、へっしょ食らわない裏技。さあ行くぞ。奇跡を起こす、奇跡を起こす。いけるいける、やったー。チャンネル登録、コメント、高評価いただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。毎日7時にアップしております。ぜひともまた見てください。バイバイ。